ユキムラ取り上げろ。ユキムラさん。ファンブックがなんか出そうとしたら、内容が、あの、企業の人からなんか NG 食らったんでしょで、なんかその一人で騒いでるみたいな。うん、子供かよ、ユキムラ。ほんに。で、ユキムラみたいなキングオブ社会喧嘩者がさ、企業とタイアップでね、ファンブックなんか出せるわけないや。障害者をいじめることが楽しいとか言ったり、地震で何人もね、日本人亡くなってるのに、おえー、地震早く来いよ、みんな、 っって言って言るような人だからねで内容 NG くらったことによって一人で発狂してるだけなんだよガチで子供いやいや雪村女だから、うん、か雪村男とか言ってるやつやばない新参でしょどう考えてもおいちょ雪村がのメイドやってるやつ出してくれ <laughs> いやまあアイドルなんか男性アイドルっぽくやってるけど女性の人だから女の人だよ雪村はだから榊原生徒をなんかリスペクトしてるやつなんだよやばいでしょ普通に考えて。 知ってる坂木原生徒って、あの、少年、A、って言われてるやつ。ああ、これです、雪村。俺はちなみにこの時のユキの方が大好きやから。ああ、これです。せ <laughs> 俺はこの時の、萌え萌えキュンのユキーの方が好きやね。はい、曲中にですね、私たちが、せーのと言ったら、皆さん、ぜひハートを作ってください。はい、いいですかハート作ってください。これがどうやったらああなるんだよ、本当に。マジで。悪魔と契約しないとああならないでしょ。 えっと、これ、ゆきむらです。もえ,え、キュンっやっていただきたいんですけど、ちょっと一回じゃ練習でやってみたいと思います。いいですかい、えー、きますかいこ,こうよ、練習でいこうよ。もえ、もえ、きゅん。わー。きゅんきゅんだぜ。どれってだ、これだよ。これがゆきむら。マジで、新参お疲れ様のサタバサですよ。ああこれね、一番わかりやすくなと。<laughs> はいこれです雪村おい,い,いこの時の雪村返せマジで誰が雪村あんな風に育て上げたんだよマジで全然喋れねえじゃねえかこの雪村本当にねえ髪もねそう綺麗でさどうしてああなっちまったんだ雪村ホントにうんこっちだってだからあのねマジでちょっとあの雪村の信者ねこれ知らんとかマジで俺以外やでしかも俺は雪村と一回ラブホに行ったからね うん、で、やる寸前までやったんだ、でも雪村が風呂入らなくて、結局やめたんだ、うん、これ、本当だからね、これ、ちなみに。そうだ、音声あるから、えっ、やばいやばいやばいやば、本当、心残しかあらな、なんか雪村が、そのな俺、風呂入れっつったの、なんか風呂入らずに入ったよ、ラブホに。本なら、臭いから、ちょっと洗ってきてくれって俺が言ったら、いや、なんか、そのまんまの雪村を、じゃあ、だめなのとか、なんか、けのわかんないこと言い出して、そのまんまはだめなのか、私の、そのまんまは、つって。 洗ったら雪村じゃねえみたいな、そのなんか今の,この雪村の匂いがついてる状態でしてほしいみたいな、で俺は断って終わった、いやもう本当にありえないからね、びっくりした、さすがにやっぱ性病リスクもあるしね、清潔にしたいよね、普通にね、考えて。<laughs> このと <laughs> こ,の,時おいこの,時の雪村、マジで返してくれ、本当に、どうなっちまったんだ、雪村、この時の雪村、マジか可愛いじゃん、この雪村、普通に。 おーこれがどうしてこうなっちまった友情ごっこガチャ飽きたとか何言ってんだよこいつ <laughs> なんだよ友情ごっこっていやーすごいやああもう雪村の画像大丈夫ですもういらないですありがとう本当トに、まあ、全部保存しとくわとりあえず可愛いから可愛いじゃんこれもちょっとなんかハーフっぽく見えるこれ